栽培。アナベルなんよ、うん、でどれぐらい前から挿し木しとったんよ。ちょっと来て。でな、挿し木がな成功したんよ。あ、そっかそっか。ちょっと先どうぞ。ほら向こうね、ほらあ、これこう挿し木しとったんよ、うんうん、でこれが大丈夫そうじゃから、うん、ちょっとあっち植えようかな。あ、ここで一回挿し木しといて、向こうにもう一回。そうなんだろう、違う場所に植えるんじゃ。そう、根は、ね、出とんかな、うん、なんか元気やろ。うん、うん、元気。そうで、これをちょっとね、うん、あっち植えようかな。ああ、はい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 。ビオラがな、もう終わりなんよ、うん、ここにもビオラ植えとったよな。そうそう、ビオラ植えとって、うん、じゃここちょっとアナベル、あー、挿し木して植えたやつをここに、うん、でしっかりちょっとお水やっとこうかな。はいはいはい、いけるかな。なるほどね。そう、これ結構強いしな。ああ、強い花な。うん。ビオラ取っちゃった。ああ、うん、もうビオラ取ったよね。そう、次は何な、もう、もうどうしようかな。夏はな、なかなか。Thank you.
こうやってね、半日陰でね、うん、お水あげると全然ね、生き生きさが違うんよ。あ、そう。そう、たっぷりあげて、葉水かけてあげて、霧吹きもするけど、うん、やっぱこれが一番やな。あ、これが一番。この後全然違うけんよ。あ、ほんと。うん、お家の中入れたら。じゃあ。